こんにちは、動画ファンの成田です。今回は画像処理、写真の処理で使える便利な無料のソフトをご案内したいと思います。ブログや SNS 楽しんでらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。また今携帯電話、スマホ、カメラ機能が非常にグレードがアップして、手軽にいろいろなお写真が撮れるようになりました。そういった手軽に撮った写真をブログや SNS にアップしている方大勢いらっしゃると思うんですが、大量の写真データ、画像ファイルを、一括で変換できるという便利なソフトをご案内したいと思います。それが今回ご案内する JTRIM というソフトになります。もちろん無料のソフトです。いつも通り解説ページの方に、インストール先のリンクがございます。ではこちらからインストールの方をしていきたいと思います。 JTRIM、 ここをクリックします。はい、そうすると、窓の森というソフトのページありますよね。ここからダウンロードをしていきましょう。この緑色の窓の森からダウンロード、ここをクリックします。はい、そうすると画面の方が切り替わりまして、ダウンロードの方が完了いたしました。こちらですね、左下に表示が出ております。ここをクリックして開いていきます。はい、そうするとこのようにセットアップウィザードの方が開きます。セットアップウィザード、次へをクリックします。インストールフォルダの選択、これは特に変更しなくていいです。このままの状態で次へ、ここも変更する必要はありません。このままの状態で次へ、こちらはご自由に設定をしてください。デスクトップにアイコンを作成するか、クイックランチにアイコンを追加するか、チェックを入れてください。デスクトップのアイコンを作成しておいていただいた方が使いやすいかと思います。ではこのまま次へ、インストールの確認となります。最後にインストールをクリックします。はい、そうするとインストールの方が完了いたしました。セットアップの終了となります。終了をクリックしてインストールの方が完了となります。はい、そういたしますと今デスクトップの方にアイコン作成するというところにチェック入れましたので、このようなアイコンが作成されているかと思います。 JTRIM というアイコンですね。こちらを使って、JTRIM 起動していきたいと思います。通常はこちらダブルクリックしていただくとこのような形で JTRIM が起動いたします。それでは実際に複数の画像を一括で変換をしていきたいと思います。それでは今回はこちらの5枚の写真、これを一括で変換していきたいと思います。で、こちらなんですけれども、このように、フォルダの名前は分かりやすい名前で何でも OK なんですけれども、変換をしたい画像を集めた変換前というフォルダーと、この集めたファイルを、変換した後に保存しておくフォルダ、別の例えば変換後というふうにしておりますが、このように空のフォルダ、2つのフォルダを用意してください。変換する前の画像を集めたフォルダと、その変換をした画像を取っておく、保存しておく空のフォルダ、別々それぞれ用意をしてください。こちらの下準備をした時点で JTRIM を起動します。はい、そうするとこのような形で JTRIM が起動いたしました。そうしましたら左上のファイルの中のこの一括変換ですね、これをクリックします。そうするとこのような設定画面が出てまいりますので、それぞれでは設定をしていきましょう。まず入力画像、これがさっき準備したこれですね、この変換前のフォルダーの写真になりますので、ここの虫眼鏡マーク、ここをクリックしていただいて、こちらのファイルがライブラリのピクチャの JTRIM の中にありますので、ライブラリのピクチャの、マイピクチャですね、の JTRIM の中の変換前ですね、この中の写真を一気に変換しますので、このフォルダを選択して OK をクリックします。例えばこの中で JPEG ファイルだけ変換したいとか、
そういう指定がある場合はここで指定をしてください。すべてのファイルを変換する場合はすべての画像ファイルとしておいてください。そして出力画像、これが先ほど指定した今度この変換後のこのフォルダになりますね。これを指定していきます。虫眼鏡マークをクリックして、同じですね、ライブラリの中の、マイピクチャーの今度は変換後を選択して OK をクリックします。このように設定をしてください。で、画像の種別、これは、JPEG とか PNG、GIF ファイル選べますけれども、 JPEG ファイルが一般的で一番軽いタイプの、画像ファイルになるかと思います。そして、画像のサイズを変換していきましょう。例えばなんですが、こちらのではこの写真ですね、この写真プロパティを見てみると 1.25MB と非常に大きな写真となっておりますので、これをサイズを小さくしていきたいと思います。で、サイズの変更なんですが、この画像のサイズを変更する、ここにチェックを入れていただいて、横幅とか縦幅で設定することもできるんですが、この拡大率で指定する、これが一番分かりやすいと思います。パーセンテージで、ギュッと小さくできますので、それぞれサイズを指定する必要がありませんので、拡大率、これが便利だと思います。20% ぐらいが、いいかなと思います。これはだいたい元の画像を見ていただいてサイズの方は指定してあげてください。またですね、ここの下の部分なんですが、それぞれチェック入れてあげると設定することが可能です。例えば明るさを入れてあげて、ここを、50とか、あとはコントラスト、これも、10とか、ノイズ除去とかですね、こういったものを適当に数値を入れてあげることによって、明るさとかコントラストまで設定することができます。もちろん一括で変換をしてくれます。このようにこちらの設定項目すべて入力が完了しましたら、右上の OK、 こちらをクリックします。そうすると今こんな感じで変換処理が行われていますので、変換処理完了するまでお待ちください。枚数が多ければ当然この変換処理もお時間がかかってきます。はい、こちらの画面が消えましたら変換の方は終了となります。ではちょっと一旦この JTRIM 閉じまして、こちらのフォルダ確認してみましょう。そうするとさっきは空のフォルダだったのが変換後のフォルダ、こんな感じで画像が入っているのがお分かりいただけるかと思います。ではちなみに、1枚写真を選んで確認をしてみたいと思います。はい、このように並べてみると分かりやすいと思います。これが変換前、これが変換後の、写真ですね。明るくちょっと白っぽくなってますけれども、変換の方がされているのがお分かりになるかと思います。そしてまたですね、こちらの写真のプロパティは 1.25MB ですけれども、こちらの写真のプロパティは 46KB と非常にサイズも小さくなっております。大きさも小さくなっておりますので分かりやすいかと思います。こちらの JTRIM、 今回は一括変換のやり方に絞ってご案内をさせていただきました。それ以外にも色調の変更ですとか、拡大縮小、また文字の配置までできる非常に便利な無料の画像編集ソフトとなっております。大量の写真画像データを一括で変換できるというのは非常に便利だと思います。無料のソフトとなっております。ぜひお試しになってみてください。最後までありがとうございました。以上となります。